はい、どうも、キムちゃんです。今日はね、アンパンマン系、デブ系 YouTuber、キムちゃんが。今日はね、ちょっとね、最近 YouTube にはびこっとる、リア充系 YouTuber ってやつに、ね、ちょっと物申すわ、ほんとに。ちょっと見かねてきたね、ほんとに、リア充系 YouTuber。ノーブランドのさ、動画見たの。もうね、もうリア充感満載でね、見てるのが辛い。本当に辛いの。俺彼女いないし、公平みたいにかっこよくないし、出てるあのリア充感に耐えきれないし。って感じに、落ちちゃうからもうリア充系、もう YouTuber の動画もう再生できない。本当に。だからね、もう YouTuber のね、ああいうね、イチャイチャしてる動画とか、俺たちいかに幸せだぜみたいな動画もう見たくないの。だから見ない。ノーブランドは。もう一生見ない。はっきり言って、俺ノーブランドっていう YouTuber あんま好きじゃない。ああいうね、女とイチャついとったり、リア充満載のやつは、もう無理。もう無理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 。と無理。もう、無理な。で、一言言いたいんだけどさ、ノーブランドのファンの人ってさ、ああいうさ、なんかイチャイチャしとる動画とかさ、いかにもリア充みたいな動画見て楽しいの？つかお前らそんな人生人のこと言われるぐらい人生幸せなの？って思っちゃうよね。俺も 毎日さ、非リア充だからさ、人の幸せなんかもう全く祝えないし、もう正直、もうリア充はもう、見たくないんだ。もう見たくないんだ、本当に。だから、もう嫌なんだって、本当に。ああやって、楽しそうにしてる姿を見せられるのが、っていうのがすごい本音。だからもうノーブランドは見ません。あと、最近の YouTuber 業界で思うのは、何が面白いのか、本当にわかんない、ノーブランドの。ヒカルとか柴田見ててなんかいいなと思う。やっぱり。だけどノーブランド見てて思ったのは、あいつは面白いとかじゃなくて、もうリア充。俺たちがいかに人生幸せかっていうのを自慢するだけのチャンネルじゃん。あれ見てて何がいいの？本当に。な、自分が惨めになるだけじゃん、見とったって。いや、本当に。もう一番ね、見てて辛いなと思っちゃった。だから、ノーブランドのチャンネルは僕はもう見ません。もう今日金輪際これでおしまい、本当に。もう彼らの動画を見ることはもう金輪際おしまいな。だから僕はもうノーブランドの動画は見ません。もことリアじゃないの。惨めだ。ほんまに惨め。で、俺、この本心だ。で、こういう動画あげるとさ、キッズがさ、なんかお前が努力しないだけだって言うかもしれないけどさ、いや、本当に人生面白くないんだよ。本当に。もうほんなんもないからさ。辛いな、本当に。もうリア充系 YouTuber はいいわ。もうさ、切り裂きいいしとかもそうだけどさ、YouTube では金を手にしてしまってからさ、もうリア充っぽい動画増えたじゃん。もうあれからさ、もう見れないの。ほとんど YouTuber の動画リア充ばっかりで。だから、もう俺はね、もう YouTuber はいいわ。もう見ないよ、動画は。もう見たくない。本当に見たくない。本当に。ああ、気持ち悪い。もう、ちょっとね、自分が惨めだと思うと、ほんと辛くなってきちゃうから、正直もうダメだね。はい、どうも、キムちゃんです。ふとり、ふとり、アンパンマンって感じでね、今日は、非リア充系 YouTuber がね、ぐねねねぐ。あいつマジ何やっとん、ほんとありえんだろ、マジで。ちょ、ほんと、どうしようなろ、なめや。年、年、年。ああ、もうダメ、本当に。
あいつ、あいつはさ、